はい、皆さんこんにちは。今回も、ファミコン HDMI 接続で、スイートホーム、元祖カプコンのホラーゲームをですね、はい、メルカリで1500円で買ったんでやっていきたいと思います。プレイヤーの名前は変えません。難しいなぁ。このスイートホームをもう今でもよく覚えてる。お正月かなんかにテレビの映画で見てめっちゃ怖くて、でなんかその日もなかなか寝れんかったりして、でファミコンのスイートホームが出て、まあ、買ってですねクリアしたんですね。当時かなり難しかったけど懐かしい。音楽もちょっとおどおどろしいと怖い。閉じ込められた。キャーン。どうしたか。出口が。出た。間宮夫人。我が恨み思い知れ。難しいな。落ち着け。懐かしいこの音楽。でまずでアスカにして、このガラスを、掃除機の 音がおどおどしすぎる。で、カズオに変えて、田口と、アキコ。いえさ、屋敷ですからね。移動が早いのはいいな。あったフレスコが。屋敷の中のフレスコは3枚1組で1つの謎を解き明かす。この扉の演出も怖い。まあよくファミコンでこの表現ができたもんだ。ライターで燃やすと。心の力、映画でも有名だったな。心の力。お、敵が出た。
ダン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 呪いの人形さすが弱かった。ひと玉銀のナイフ強い。はい、今回は第1回スイートホーム、今回はこの辺で一度終わりたいと思います。よかったらコメントやフォローもよろしくお願いします。